だけじゃなくて、いろいろなお店もあるんだね。素敵なカフェもたくさん。はい、ルビーお買い物行きたい。あっちに可愛いアクセサリーあったよ。カスミもさっき可愛い洋服見つけちゃった。絶対カスミに似合うはず。みんな行きたいところたくさんだね。私も気になるカフェがあるんだ。カナタちゃんは行きたいところある？カナタちゃん、リゾート気分を満喫したいから、あっちのハンモックでお昼寝がいいな。カナタさんらしいね。お昼寝もいいけど、まずはプールじゃないかにゃ。動き回ってからの方がたくさん眠れるにゃ。お買い物も忘れないで。衣装の参考にもなるし。じゃあ全部回っちゃおうよ。せっかくみんなで遊びに来たんだし、満喫しちゃおう。ほのか先輩に賛成です。あれ、お昼寝は？お昼寝の前にまずはいっぱい遊びましょう。じゃあ回ろうよ。まずはどこに行く？お買い物。買い物もいいけど、遊ぶとき手ぶらがいいかな。私、行ってみたいプールがあるの。まずはそこに行こうよ。みんないいかな？オッケー。かすみももちろんオッケーです。お洋服気になっちゃうけど、プールも絶対楽しい。行くにゃー。どっちにあるプール？私についてきて。出発。こっちこっち。リゾートといえばやっぱりビーチだよね。波のプール、本当に海みたい。わあ、大きい波だにゃ。逃げろ。わわ、濡れちゃわないようにっと。プールの水もあったかいね。あったかい風に波の音、南国に来たって感じがする。みんな、ボール借りてきたよ。ほのかちゃん、パス。えい、かなたさん。うおー、とりゃー。あれ、ボールは？リンにお任せにゃ。リンちゃん、ナイスフォロー。かすみんはこの水鉄砲で、そっと、そっと。えい。にしし、大成功。あー、水鉄砲だ。いいなあ。かすみちゃん、お返しだよ。えい、やあ。にゃ、リンにもかかった。かすみちゃん、かなたちゃんにも水鉄砲貸して。いいですよ。かなた先輩は誰を狙いました？にしし。ふんふんふん、かなたちゃんの水鉄砲は百発百中なのだ。誰にしようかな。みんな楽しいのはわかるけど濡れちゃうよ。先に水着に着替えちゃおう。もうすでに結構濡れちゃってるよね。どうしよう。それならみんなで洋服見に行きませんか？行きたい。じゃあ次はみんなでショッピングだね。わあ、かわいいお店がいっぱいある。これも、あ、こっちもかわいい。
わいいカスミンがもっとかわいくなっちゃいますよ。あ、これはルビコに似合うと思うよ。二人ともかわいいよ。私はこっちのハイビスカスもかわいいと思うな。ほのかちゃん、赤が似合ってるね。カナンさんはマリンカラーがいいと思うにゃね、ルビーちゃん。うんうん。それでこの貝殻のペンダントとかどうかな。本当だ、カナンちゃんすっごく似合ってる。ありがとう。あなたちゃんにも似合う服あるかな。あなたさんはこの色とか似合いそう。かなた先輩はこっちもいいと思います。あとこれも可愛いし、こっちも。おお、こんなにたくさん。こっちのワンピースもどうですか。可愛いにゃ。そのワンピースなら絶対お花のアクセサリーつけたい。かなたさん着てみて、絶対似合うと思う。そうかな。じゃあ着てみる。どうかな。ちょっと待って、襟が。これでよし。かなたさんにぴったりだね。すっごくかわいい。じゃあ次はこっちですね。その次はこのワンピースも。おお、こんなに一度に試着できないよ。大変だったけど、洋服たくさん着られて楽しかったのだ。かなたさん、どれも似合ってたね。あれ、かなんさん、どうしたの。このパンケーキ、かわいいな。ねえ、そろそろお茶の時間にしない。このジュース、おいしい。それに見て見て、レインボーカラーだよ。カスミンのも美味しいよ。ココナッツジュース、ヤシの実の器がリゾートっぽい。リゾートといえばココナッツジュースだにゃ。カナタちゃんもココナッツジュースにしたよ。ヤシの実がなんだかツルツル。メニューがたくさんあって迷っちゃうな。どれも美味しそう。カナンさん見て見て、このパンケーキトッピングを自由に選べるんだって。フルーツもこんなにたくさん選べるんだ。美味しそう。私はこれにしようかな。ルビーはこっちのパフェも頼んじゃう。わあ、メニューの写真よりも大きい。みんなで食べない？いいの？ありがとう。美味しそう。南国フルーツたくさんだにゃ。ルビーのも手伝って。思ったより大きくて食べきれないよ。わあ、ルビーちゃんのパフェ大きすぎてルビーちゃんが見えないよ。まさかの大きさだよ。みんなでシェアしよっか。うーん、パフェのアイスすっごくおいしい。はあ、お腹いっぱい。おいしかった。パンケーキもちもちで甘くてフルーツにもぴったりで、フルーツ全部美味しかったにゃ。みんなで分け合ってちょうどよかったね。食べきれてよかった。かなたちゃん、もっと食べられる気がするぞ。か
かなたちゃんさすがだね。ねえねえ、あっちでフラダンスのショーがあるんだって。そろそろ始まるみたいだにゃ。楽しそう、行ってみようよ。フラダンス初めて見ます、楽しみです。行こう。ダンスの勉強にもなりそうだね。じゃあ行ってみようか。フラダンス素敵だったな。音楽はゆったりだけど動きはすごくしなやかだったね。体の軸がブレてないのすごかった。ダンサーさんたちお花とかいっぱいで綺麗なのに、ダンスはダイナミックでよかったね。皆さん、フラダンス教室あるみたいですよ。やってみたいにゃ。私もダンスの参考になるかもしれないし、かなたちゃんも楽しそうだったしやってみたいのだ。じゃあみんなでやってみよう。難しい。普段ダンスに慣れててもいつもと全然違う筋肉を使ってるって感じがする。カウントは合ってるはずなのにぎこちなくなっちゃうよ。体幹を意識するといいかもしれないね。なるほど、こういう感じ。なんとなく形にはなるけど、お手本みたいにはできないね。難しいにゃ。難しいよね。私はなんだかふらついちゃうもん。リンはロボットみたいになって、お手本みたいに綺麗にならないにゃ。スローなテンポが難しいよ。余計な力を抜くといいかも。ダンスの呼吸を意識するみたいな。呼吸？深呼吸とかするにゃ？肩の力を抜いて、でもお腹には芯を残す感じで。かなたちゃん形になってきてる、すごいね。さっき先生から聞いたんですけど、フラダンスの振り付けには全部意味があるそうですよ。意味？どういうこと？振り付けでお話しするみたいなことかな。じゃあ今踊ってるこの振り付けもちゃんと意味があるってこと？振り付けの意味を知ってると踊り方も違ってくると思いませんか？なるほど、振り付けの意味リンにも教えてほしいにゃ。フラダンスの振り付けには意味があって、すべてにメッセージや物語があるんだそうです。かなたちゃんも一緒に聞いたよ。まっすぐに立ってゆっくりリズムを取りながらダンスでお話をする感じなんだって。手のひらを下にしてこんな風に返すと花という意味。ダンスで自然や相手に思いを伝えたりするんだって。へえ、振り付けにも意味があるってわかるとやりやすいかもしれない。私たちのいつものダンスと違っても伝えたいことや思いがあるってスクールアイドルと似てるよね。リン、つかめてきたかも。ダンスに思いを込めるのはルビーたちと同じなんだね。伝える気持ち、意味を意識して、背筋をピンと伸ばしてしなやかに。お花、星、雨、虹素敵な振り付けがいっぱいだね。ゆったり力を入れすぎない。
力入ってるよ。こんな感じかにゃ。みんないい感じだぜ。かすみもさっきよりうまく踊れてる気がします。思いを込めるとダンスも楽しくなるね。動きでもいろいろな筋肉を使った感じがします。振り付けの参考にもなったね。改めてダンスに思いを込めるって大事なんだなって思った。やっぱりダンスって楽しいね。ねえねえ、次はあれやろうよ。なになに？ファイヤーダンス。きっと楽しいよ。よーし、みんな行くぞ。かなたちゃんについてこーい。ちょっとかなた先輩、待ってください。ファイヤーダンスすごかった。でもアクションが激しすぎて、もうこれ以上は無理かも。ファイヤーダンス、やっぱり楽しかった。本物の火を使うところはドキドキしたよ。でも楽しかったな。リンはフラダンスよりファイヤーダンスの方がテンション上がったにゃ。りんちゃん上手だったね。たくさん動いたし、どこかで休もうか。みんなこっちこっち。いい感じのカウチソファーがあるよ。実はずっと目をつけていたのだ。プール全体を見渡せるの、リゾートっぽい。足を伸ばして座れるの落ち着きます。ソファーふかふか。今日はいっぱい遊んだね。プールにお買い物に、スイーツも美味しかったな。満喫したね。遊び尽くした。可愛いお洋服もたくさん見られたし、いっぱい遊べたし、帰るのがもったいないくらい、ずっとここにいた。皆さんのお洋服選んだり楽しかったです。かすみも可愛いアクセサリーゲットできたし。フラダンスも難しかったけど楽しかったな。一つ一つの動きに意味があるなんて知らなかったよ。リンはまたファイヤーダンスやりたいにゃ。ねえかなたさん。あれ、かなたさん。すやさすがかなた先輩、すっかり眠ってますね。ファイヤーイニョ。そういえばかなたちゃんお昼寝したいって言ってたもんね。かなたさん気持ちよさそうに寝てるね。こんな楽しみ方もありかな。みんなでゆったりまったりだにゃ。こういうのんびりもリゾートっぽさがあっていいかも。たまにはかなた先輩に付き合うのもいいですね。はあ、なんだか私も眠くなってきちゃった。お花の振り付けでお花畑作ろうよ。それじゃあみんなでお昼寝しちゃおうか。ふう、みんなで寝るにゃ。おやすみなさい、すやっぴ。